人工透析長坂敏夫さん現代病からの解放で紹介されている長坂さんの例をもう一度確認してみたいと思います何でもいいから助けてくれワをもつかむ思いでやっとたどり着いたのが一宮にある長谷部式健康会でありました率直な話私はここに来て看板を見て最初は いさ,さか不安に感じたのです。鍼灸マッサージの治療院でもなければ医院でもないのです。健康法を教育する指導所なのです。自分の健康は自分の手で作るそんな理屈を言われてもこれまでにどこに行っても私を相手にしてくれるところはありませんでした。私は昨年の6月に人工透析を開始して週に3回続けておりました。 今年の1月には、かかりつけの病院長より、長坂さんの場合は、ヘマトが17.8で、血球が200万に満たない状態で、しかも、心臓に水がたまっているので、自分の病院では、回復が困難な状況になってきたので、紹介状を書くから、A 病院に行ってくださいと言われたのです。紹介状を持って、A 病院を訪れると、その病院でも、 あなたのようなケースは受け入れできないと断られてしまい、途方に暮れておりました。その後、病院長には、A 病院で断られた胸を話すと、とにかく、もう1週間容体を見て、それから入院をして、極度の貧血を治すために、輸血をするということでした。紹介された病院でも断られたのですから、その他の療法家が受け入れてくれるはずがないと。 私は半ば諦めていたのです。そんな折に、長谷部先生と初めてお会いしたのでした。病気の原因が自分の体質にあって、その体質を改めれば健康体になるという話を聞かされても、まだ私は半信半疑といったところでした。病院でも、だらい回しにされたのですから、私は今までの 数々の出来事が脳裏をかすめてきました。妻のこと、子供たち、初孫の笑顔、会社の同僚のことなど、自分の歩んできた人生に悔いはないが、まだやりたいことが山とある私にしてみれば、無念やる方のない思いでした。そんなことを考えながら、長谷部先生の話を聞いていたのでした。先生は、 体質の判定をするから粉ミルクを飲むように言われました。医師からは、水分を微量にしか飲んではいけないと言われていたので、一瞬たじろいでしまいましたが、拒否しようとするが、その声を出す、元気もありません。傍らについていた、妻が、お父さん、長谷部先生の言うことを聞いたら、大丈夫と励ましてくれました。仕方なく。 少し粉ミルクを口に含むと、なんと、これがこの世の飲み物かと思えるほどの美味しさでした。思わず、100g 入りの粉ミルクを飲み干してしまったのです。長谷部先生より、私の体は人トド抗体質であると判定され、美和温熱法をすることにしました。最初の4、5分くらいは気持ちが良かったが、あとは背中が熱くなってくるので、 頭のマッサージをしてもらったりして59分が経過しました背中の熱いことについて体の血液の流れが悪い部分は特に暑さを強く感じるのだということ私の場合は腎臓の裏の部分が熱いことになるほどと思いましたご承知の通り人工透析を長く続けているものは小便が全然でなくなります 私の場合も、小便が全然出なくなり、しかも尿意を催さなくなってしまいました。汗も全然出なくなりました。この健康法で、汗が少しでも出れば良いのだが、果たして、出てくれるだろうか、と、望みを持ちながら、この健康法を続けました。初回の美和温熱法が終わった後は、かすかに楽になったような気持ちもしましたが、とても疲れるので、 ソファーに休みました。長谷部先生はじめスタッフの皆さんのハツラツとした元気さと明るさが何よりの救いでした食事の指導は病院の指導と全く逆に陰性の食品果物野菜ビワ茶粉ミルクなどを摂るようにということでした第2回第3回と回数を続けていくうちにだんだんと元気になってくるのを 自分でも実感するようになってきました初めは黒くくすんでいた顔色に血の毛が通うようになり歩行もあまり疲れなくなってきました病院が勧める高カロリー食品など我慢して食べようとしても十分入らないのに長谷部先生の勧める食品は生命の声が要求しているのかとても美味しく感じられましたこの指導所での1週間のプログラムを終え 再び病院長との約束通り貧血の状態を診断してもらったところ、輸血の必要性はなくなっているとのことでした。この状態で行けば、この病院で継続して透析を行えるとのことで、他の病院に行かなくても良くなりました。院長や看護婦さんは、よく頑張ったねと励ましてくれました。長谷部式健康会に通っていることは、内緒にしているので、 院長や看護婦さんも、なんで私が良くなってきているのか、全く、皆目見当がつかなく、さぞかし、不思議に思われたに違いありません。1ヶ月も経過して、自覚症状も嘘のように良くなり、声も、はきはきと出るようになり火を打って、体調も良くなってきました。以前は、氷を両手にぶら下げていた感じでしたが、その違和感も消え、病院長は、 仕事に行ってよいという許可を下したほどの回復ぶりでした。私は久しぶりに会社に出向き、懐かしの同僚の顔が眩しいほどに見えました。同僚に言わせると、顔の黒くすすけた色が消え、自分たち以上に健康な肌色をしてると喜んでくれました。日増しに元気になる自分が自分自身でも実感でき、生きていてよかったと。 思う気持ちででいいっぱいですカリウム検査も私の場合4以下4以下は低カリウム4から5.5許容範囲5.5以上高カリウムであるになりがちでしたが5と正常値の範囲を保っています。院長の禁止項目の1つである水分果物を私は結構取っていますがカリウム検査は正常で今では安心して 長谷部先生の指導に従って生活を楽しめるようになってきました尿はまだ出てきませんが尿意を頻繁に催すようになり汗の方もビワ温熱中には出てくるようになりましたごく当たり前のことですが汗の出なかった体から汗が出てくる爽快感そしてその後のビワ茶は最高の味わいです死からの生還私は現在生きている なんとと楽ししいことでしょうか。私が少し大きな声で怒鳴ったと言っては妻や子供たちが喜ぶさまそんな事柄で一喜一憂する家族の団欒。病を通じて人間として精神的なつながり豊かさの大切さを痛感する日々です長谷部先生はじめスタッフの皆さんそして東海を紹介してくださった 磯貝さんに感謝の気持ちででいいっぱいです。私と同じように苦しんでいる透析患者にこの長谷部式健康法を是非学び体験していただきたいと思いこの文章を書かせていただきました長坂さんは透析患者の中でも重度の部類で病気の性質上お先真っ暗であったのですが今は体も心も健康はつらつ 透析は外れてはいないものの毎日が楽しい生きがいのある人生を送っておられます仕事に復帰して喜ぶ姿が目に見えてくるようです休みの日は旅行などで歩くことが楽しみになっていると先日電話がありました同じ病人でも不幸を絵に書いたような生活と毎日が楽しくウキウキした気持ちで過ごせる生活とどちらが良いですか 健康になる法とは病気を治すために七天抜刀することではないのです。心身満足のゆく充実した人生を歩むことなのです。本来体の六十兆からなる一つ一つの細胞はいつも健康でありたいと願っているのです。そして自分の意志を次に生まれてくる細胞に受け渡し全体の命を 細胞同士の協力によってて継続しているわけです。時間はかかっても一つ一つの細胞を順に健康にしていく健康法こそが真の健康法だと確信しています。